法がかかっていると聞いたことがある。大きな大きな黒い森のそばに僕の家はあった。待ちに待った春休み、大きな空に雲一つない青空のその日、僕は大好きなおじいちゃんの家に遊びに行くことにした。僕はおじいちゃんの話を聞くのが大好きだった。おじいちゃんがまだ若かった頃の話、特に戦争の話なんかはいつもドキドキした。お母さんは僕がおじいちゃんのところへ通うのをあまりよく思っていないらしい。おじいちゃんは少し高めの丘の上にある昔の激戦地だった村に僕たちは別れて今でも住んでいる。いつも少し窮屈そうな遠い椅子に座って僕を待っていてくれるんだ。そこは風通しも良くてとても静かなところだった。村の人たちはみんなあまりおじいちゃんの家には近づかないみたいだ。その日もおじいちゃんは丘を駆け上がり、息を切らせて入ってきた僕を小さく笑って迎えてくれた。僕はお気に入りの部屋の隅っこに座っておじいちゃんの話が始まるのを待ってる。話をしている時のおじいちゃんはいつもどこか僕じゃないところを見てるみたいだった。たまに大きな声を出したりして僕は少し怖いけど、おじいちゃんの話はまるで僕までそこにいるみたいな感じがして大好きだった。その日おじいちゃんは古くから伝わるある伝説を教えてくれた。大麻虫、その虫は大麻虫って言った。森の深いところにある一本のとてもとても大きな木、昔の人はみんなその木のことを観賞の木と呼んでいたらしい。大麻虫は普段はその木の根っこに住んでいる。虫は夜行性で夜になると餌を取りに外に出てくる。そして餌を食べるとき、その虫はとてもとても綺麗な顔で鳴くらしい。虫の話は伝説としてこうして残っているけど、実際に誰かが捕まえたなんて話はおじいちゃんに聞いたことがないみたいだ。おじいちゃんは最後に一つの歌を教えてくれた。僕にはその歌の意味はよくわからなかったけど、言い聞かせるおじいちゃんの静かな声がなんだか耳から離れなかった。おじいちゃんの家を出ても興奮は収まらなかった。僕は昔から虫が大好きで、家には虫の図鑑だって何冊も持ってる。だけど大麻虫なんて今まで聞いたことがなかった。餌って一体何を食べてるんだろう。鳴き声の話は誰かに話したくってうずうずしていた僕は、家へ帰ると真っ先にお母さんのところへ行った。そして夢中で虫のことを話したんだ。だけどお母さんは僕の話を聞くとみるみる怒り出して、遮るように大声で唱え出した。お母さんは僕には分からない言葉を取り続けに何度も繰り返した。キチガイって何だろう、誰のことだ、妄想って。おじいちゃんはあんなに優しくて話だってあんなに面白いのに。僕はお母さんがおじいちゃんのことを悪く言うのが嫌で夢中でわめいていた。その時僕は何を言っていたのかなんてもう思い出せないけど、だけどなぜかお母さんの顔はずっと悲しそうで、それだけが忘れられなかった。僕はあることを決意した。森に虫を捕まえに行こう。むしゃくしゃしていたのもあるのかもしれない。お母さんはいつも僕に夜の森には絶対に近づくなって言っていたけど、だけどそんなことよりまだ誰も捕まえたことのない虫、大麻虫を僕が捕まえてやるんだ。その気持ちが流行った。その日の森は何日か前に降った雨で土はぬかるんで、空気は冷たく濡れていた。おじいちゃんに教えられた歌を繰り返しながら奥へと歩いた。僕の声と土の濡れた音、耳を澄ますが他
他にもたくさんの音たちが森の中には響き合っていた。僕は膝まで浸かるオーバーを何本も渡り、腰の高さくらいもある倒れた大木をよじ登って歩き続けた。草をガサつかせる小さな動物たち、図鑑で何度も見てきたたくさんの虫。僕は一人だったけど、なぜか寂しくはなかった。不思議と歌は僕を虫のところへ連れて行ってくれる、そんな気がした。すると鬱蒼とした森の中で急に目の前が開けて、そこには見上げてもてっぺんまでは見えないくらいの大きな大きな木が立っていた。そしてその太くびっしりと地面を張った根の隙間に一匹の虫が止まっていたんだ。僕はそっと近づいて両手で虫を捕まえようとした。すると突然虫は僕の方をめがけてすごい速さで飛んできた。そして僕の胸の中にそのまま入り込んでしまったんだ。僕はそのまま気を失って木の根元に倒れ込んでいった。